これは一重仕立てのオーバースカートになる、ロングスカートになります。で、この生地自体がこういう表面がモール状態のこういう折り方になっていますので、これがロングスカートの一番裾になってしまいますと、ここが裾が擦れてしまうんですね。それで、こういう裏側の方はこういうオーガンジーのフラット状態のオーガンジーでこういう形に今から裾始末します。そうするとここの辺の裾というのが結構丈夫なのと、引っかかりも少なくなります。で、ずっとこのまんまで、普通はスカートっていうのが表生地をそのまんまこういうふうな三つ折りなんかするんですけれども、そうなってしまうとこういう表面のこういうモール状態のものが床に擦れたりすると糸が引っ張ったりしますので、結局裾が汚くなって、強いてはその織り糸を全部引っ張ってしまうという状態になりますので、強化と、きれいな最後までずっときれいに仕上げていただきたいということで、裏の始末はこれこういう別ですね、こういうオーガンジーのもので強化して、そして透けないの、透けも防止も透け感がありますので、そういうようなきれいな始末でここを強化するために、こういう薄物のオーガンジーを裏側にしていきます。そうすると裾がいつもこう丈夫で、きれいな形に保つことができます。で、今からこういう、裾始末をしていきます。